それにしても彦星のやつは信じられないね。あんなに可愛い織姫がいるってのに、なんで他の女に目移りしてるんだろうね。信じられないよ。ああ、どうしようもないスケベ野郎だよ。ああいうやつにはきついお灸が必要だからね。織姫と協力してガツンとお仕置きしてやろうじゃないか。多分好きではあるんだろうね。ああいうダメ男の言い訳で多いんだよ。一番はお前だってね。そんな主張が通るわけがないだろうにね。しょうもない。わからなくたって大丈夫だよ。お前さんはそのまままっすぐに自分らしくあればいい。私はそういうお前さんの純粋なとこいいと思ってるよ。今回の私はなんか先走っちまってよくなかったね。アンナやナナカがいてくれて本当に助かったよ。誰かに頼ったり任せることも必要だって忘れちまってたね。お前さんにはいつも頼らせてもらってるよ。そんな風に心配する必要はないから安心しとくれ。ありがとさ。あ、そうだね。いつもバカなことばっかりしてると思ってたけど、いざって時にはやってくれる仲間だってこと頭から抜けてたよ。もうちょい普段からしっかりしてくれると嬉しいんだけどね。私は一人旅が長かったから一人で動くのが癖になってたんだね。巻き込まれた形とはいえギルドの仲間ができたんだからね。少しずつ癖が抜けるように意識を変えていくつもりだよ。しばらく会っていなかった間に何をしてたか聞きたい？別にそこまで面白い話はないと思うんだけどね。で、誰の話が聞きたいんだい？私はファントムキャッツとやり合ったくらいだね。動きが素早くて捕らえづらかったし、厄介な相手だったよ。いつかまた会う機会があれば正面からやり合ってみたいもんだね。相も変わらず魔導書を集め回ってたよ。変な魔法を開発するのはいいんだけどさ、人を実験台にしようとするのは勘弁してほしいよ。変身魔法とか言ってあの服装に変えられた時は、いや、何でもない。アンナは最近輪をかけて魔法を放つ前の言葉が長くなってる気がするんだよ。時間がかかりすぎて敵に避けられてるし、ほどほどがありがたいんだけど、本人は満足そうだからそっとしてるよ。遊んでたら喉が渇いてきちまったね。ちょっくら買い物にでも行ってこようかね。お前さん、何か飲みたいものがあればついでに買ってくるよ。ま、観光に来たら頼む王道だね。フルーツの量がとんでもなく多かったと思うけど、お前さんだけじゃ無理そうなら私も飲むのを手伝ってあげるよ。ああ、いいね。大人になるとこういう飲み物ってあんまり飲まなくなるけど、ふと飲みたくなるんだよ。なんていうか夏の風物詩っていう感じがするよね。いや、それ飲んじゃダメなやつじゃないか。麦茶とうっかり間違えて飲んで苦しむやつだろ。まさかお前さん、飲み物と勘違いしてるんじゃないだろうね。日差しは気持ちいいんだけど日焼けが気になっちまうね。明日になって痛くならないといいんだけど。お前さん、日焼け対策は何かしてるのかい？そうなんだよね。遊んでる時は気にならないんだけど、
次の日にヒリヒリしてから後悔しちまうんだよ。今からでも日焼け止め塗っておいた方がいいかね。お前さん日焼けで痛くならないタイプなのかい？日焼けしてる人も元気そうで好き？なるほどね。いい機会だからもう少し私も焼いていこうかね。対策はバッチリってことかい？やるじゃないか。ここへ来る前にギルドハウスで塗ってもらった？いやお前さん、それどう考えても落ちてるからね。海に来たのはいいけど泳いでばっかりってのも疲れちまうもんだね。何か息抜きに他のことをしたいもんだけど何がいいかね。お前さんは何かやりたいこととかないのかい？ああ、ありかもしれないね。多分この辺りに。よっ。で、何匹捕まえるんだい？腹が膨れるなら10匹くらいは。え？何って、食事用に捕まえるんじゃないのかい？砂遊びね。あ、そうだ。ちょっと試したいことがあるんだけど、山盛りに砂を積んでくれるかい？そ、その感じで。ああ、刀で切って形を整えるのは難しいみたいだね。こういう日差しのいいところで寝るのも気持ちがいいんだよね。そういえば、向こうでハンモックを見たんだよ。ちょっとのんびり揺られてこようじゃないか。刀が気になるのかい？水着でも戦うことはあるから必要だろ？それに何も持たずにいるのはなんか落ち着かないんだよ。いつもと違う刀だけど、これはこれでいいもんさ。ああまあ、ヒラヒラしててちょいと気は使うね。けど別にどうってことはないよ。ほら、こんな感じさ。かっこいい？そういうもんなのかね。ここに来てから妙に視線を感じることが多かったけど、お前さんと同じように思う人が多いのかね。わからないもんだよ。ん？ああ、ほら、持ってみな。あ、でも抜いちゃダメだよ。お前さんにはまだ早い。でもなかなか様になってるじゃないか。かっこいいよ。彦星に浮気されちまって織姫はかわいそうだね。祭りを開催するためってのもあるけど、織姫のために早く問題を解決してあげないとね。ああ、そうだね。余計なお世話って言われちまうかもしれないけど、あの涙を見て放っておけるほど私はおとなしい人間じゃないのさ。え？そこからなのかい？浮気ってのはこう、いろんな女の子に声をかけて遊ぶってことなんだよ。まあ素直で純粋なお前さんには関係ないことさ。気持ちってのは難しいもんなんだよ。一度好きになっちまったら何かあっても嫌いになれないもんさ。惚れちまった方が負けとはよく言ったもんだよ。まったく。まさか織姫からの短冊にあんなことが書いてあるなんて、いきなりすぎてびっくりしちまったよ。まったく。ちなみにお前さんはあれを見てどう思ったんだい？ああそうか、うん、お前さんはそういうやつだったね。
や、気にしないでおくれ。別に私が書いた短冊じゃないしさ、特に何か深い意味があるってわけじゃないよ。ありがとうさ。ただその顔で言われても少し複雑だね。いや、なんとなくわかるんだよ、私とは違う意味だってね。まあ嬉しいっちゃ嬉しいんだけどさ。ありがとね。ん？お前さんも書いたのかい？みんなと一緒にいたいか。うん、お前さんの願いが叶ってくれたら私も嬉しいよ。お前さん、七日の水着どう思う？ほら、あの水着ちょっと派手だろ。こう、いいとか悪いとかお前さんはどう感じたのか気になってね。あんな水着どこで手に入れたんだろうね。あ、まあ人には人のぶってもんがあるから、私はこういう奥ゆかしい感じの水着が性に合ってるのさ。結構いい感じだろ。そうかい、ああいう水着がいいのかい。お前さんも男だね。なんだか安心しちまったよ。確かにそうだね、私にはとてもじゃないけど着こなせそうにないし。まったく、うちのメンバーは個性的なやつら揃いで飽きないよ。